マキシミリアのコルベ、マキシミリアのマリア・コルベ、1894年1月8日から1941年8月14日は、ポーランドのカトリック司祭、アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所で、合ケ刑に選ばれた男性の身代わりとなくことで知られ、アウシュビッツの聖者と呼ばれる、カトリック教会の聖人で記念日は8月14日。マキシミリアノマリア・コルベ神父、 出生名、ライムンド・コルベは、1894年1月8日に、当時ロシア帝国の衛星国であった、ポーランドので、織物職人であるユリオ・コルベとマリア・ドンブロスカの5人兄弟の、次男として生まれた。成長したのは、彼と兄のフランシスコ、1892年から1945年、と、弟のヨゼフ、1896年から1930年、後に、 同じく司祭となるの三人で、下の二人の弟である、バレンチを、1897年11月1日生、とアントニオ、1900年5月19日生は、養成している。父のユリオコルベは、在族フランシスコ会のリーダーであった。そして、愛国心に富んだ彼は、第一次世界大戦中に、ポーランド独立のための義勇軍に参加し、ロシア軍に捕らえられ、 1914年に処刑されている。母のマリア・ドンブロフスカは、結婚前は、修道生活を志したことがあったが、帝政ロシアの統治下にあった地域では、カトリックの修道院は許さていなかったため、修道生活は不可能であった。ユリオ・コルベの先祖は、ボヘミアからの移民であり、コルベは、ドイツ風の名前であったが、 コルベは一生ポーランド人であるという意識を持っていた。ローマの神学校で同級生にドイツ人と言われて顔は真っ赤になったと言われている。新人の面では一家は聖母マリア数形が強く子供時代の聖母マリアの出現に強い影響を受けていた。後の母の回想では彼は以下のように語っている。両親は 兄のフランシスコを神学校へ進学させるため、ライムンドは家業を継ぐこととなり、進学ができなくなった。ところが助産婦をしていた母の使いで薬局に行った際、薬品のラテン語名をスラスラと言えるライムンドの賢さに、薬剤師のコフフスキーは驚き、その後は個人的に勉強を教え、兄と共に中等教育が受けられるよう援助した。1907年に、 ライムンドは兄のフランシスコと共にコンベンツァル聖フランシスコ修道会への入会を決め、ロシアとオーストリアハンガリー帝国の国境を越えてルボフ、現在はウクライナ領のビブにあるコンベンツァル聖フランシスコ修道会の昇進学校に入学した。彼は数学の才能に恵まれ、数学の授業を担当した教師がこんな才能を持っているのに主催になるのは惜しい途端ほどであった。 この頃に彼はロケットで月に行けると考え、ロケットの図面を描いたという。1910年、彼は修練院に入ることを許され、翌年の1911年に初誓願を立て、マキシミリアンの名前を与えられた。後の1914年に、ローマで、聖母、マリアの数形を示すために、さらに、マリアの名前を取って、マキシミリアのマリアとした。1912年、 彼はクラックフに送られ、そしてローマへの留学生に選ばれたが、最初は頂上に健康が優れないなどの理由で辞退、したが頂上の決定に従わなかったことで悩み、結局はローマ行きを決めている。ローマで彼は哲学、神学、数学及び物理学を学んだ。1 9十五年にグレゴリアン大学で哲学の博士号を、そして19 19年には、 神学の博士号を聖母ナベントラ大学で取得した。この頃には、フリーメイソンによる記念日の間に、教皇ピュース10世及び、ベネディクトゥス15世に反対するデモを目撃している。この出来事は、聖母、マリアの取り継ぎにより、罪人やカトリック教会に敵対する人物、特に、フリーメイソンを改心させるために働く聖母の騎士、ミリシャインマクラータを創立する契機とな、 改心という目標に対して彼は非常に真剣であり、不思議の目台の祈りの後にさらに付け加えた。1917年10月16日に6人の志願者と共に神学校聖堂の汚れなき聖母の祭壇の前で聖母へ奉献を行い、汚れなき聖母の騎士会を創立した。クラック府にある大宮学校の教会士の教授として3年間務めたが、 ローマで感染した結核のため1920年8月から1921年4月まで保養地のザコパネで療養生活を送っている。その後、出版による不況活動を志したコルベは1922年に初めて無限在の聖母の騎士を執筆し出版した。部数は5000部で執筆者は神父一人であった。同年に グロドノの修道院に移り、当地での出版活動を開始した。この頃には、コルベと共に後に、日本に戦況に来ることになるゼノゼブロフスキー、修道士と出会っている。グロドノが手狭となり、活動の拠点を移動する必要に迫られたコルベは、新たな土地を探していた。その時、ドールッキルベッキ公爵は、ワルシャワの近くに所有する土地を寄贈するということ。 なったが、当初の条件は、ルベッキ公爵の父のために、永久的に追悼ミサを捧げることであった。コルベは、土地が聖母のものであるとして、真っ先にマリア像を建てた。ところが、会議で条件である永久的に追悼ミサを捧げることを断ることになったため、ルベッキ公爵は、土地の寄贈を撤回し、マリア像を取り除くようにと言った。するとコルベは、マリア像は、 聖母が初めて約束を守らなかったことを示すために残さなければならないと言い,い、この言葉に打たれたルベッキ公爵は無条件で土地を寄贈した。1927年にはニエポカラノフ修道院、無限在の聖母の騎士修道院を創立し、無限在の聖母の騎士等の出版による宣教に力を入れた。コルベは当初中国でのを考えていたが、日本へ、 不教活動に行くことになったのは、当時ローマに留学していた、新学生、里脇朝次郎、後の長崎教区大司教及び、数奇教との関わりによるものでった。シナへ不況に行きたいがどうしたらよいでしょうかと尋ねられた。里脇は、シナは、正常が不安定だから、しばらく、日本で待機したらどうですか、と、日本行きを進め、日本に知人がいないというので、 長崎教区の早坂久之助司教宛に紹介状を書いた。コルベを含む5人の宣教師は、1930年3月7日に、フランスのマルセイユから、上海行きのアンジェ号に乗船し、4月11日に、上海に到着した。上海では、実業家で、事前家のカトリック信者の陸博大鳥と面識を持ち、援助の申し出を受けたが、布教活動は成功しなかった。 この後も、陸博大鳥は1931年に来日し、再び援助を申し出ている。1930年4月24日に、ゼノ修道士、ヒラリオ修道士ら三人で、長崎に到着すると、早坂司教に、無限在の聖母の騎士の出版許可を願った。司教はコルベが、哲学博士号を持っていることを知ると、自教区の神学校で哲学を教えることを条件に、 出版を許可した。翌月の5月には、長崎大浦の仮修道院で日本語版の無限在の聖母の騎士の版を開始した。翌年には、聖母の騎士修道院を設立した。1932年5月にはインドで修道院を設立するために、神戸から船に乗り、エルナクーラムを訪れて、教区の司教から歓迎されて、出版の許可も得たが、 コルベがポーランドに戻ったこともあり、その後の計画は進まなかった。1933年4月に、ポーランドでの管区会議に出席するために、日本を離れたが、その間20秒であった中ポーランド講師、カイ・ヒロユキのカトリックへの改修に尽力している。そして再び、日本に戻った後、1936年に、ニエポカラノフ修道院の院長に選ばれたために、 故国ポーランドに帰国した。帰国後は、ニエポからの修道院の院長を務め、出版やラジオなどを通じての活発な布教活動を行った。コルベはこの頃にはすでに将来の戦争と自分の運命を悟っていた。1937年1月10日、彼は一部の修道士に、日本で聖母マリアから確実に天国に行けるという約束を受けたということを打ち明けている。 さらに、1939年2月18日付の日本における後継者であるサムエル・ローゼン・マイゲル・シンプ宛ての手紙で戦争が勃発し送金ができない場合に苦境に陥らないように経常費に関しては自立できるよう徐々によく考えておくのが良いでしょうと書いている。1939年9月1日のドイツ軍のポーランド侵攻による第二次世界大戦の勃発により 活動の縮小や停止を余儀なくされた。ニエポカラノフ修道院も病院として接種され、多くの修道者が修道院を去った。同年9月19日、コルベは修道院に残った修道者らと逮捕され、彼らはドイツにあるアムキッツ強制収容所へと収容され、11月にポーランド領にあるオスチェロー強制収容所へ移送された後、12月18日に、 釈放された。病院となっていた、ニエポカラのフ修道院に戻った、コルベたちは、ユダヤ人にもカトリック教徒にも分け隔てなく、看護をした。この行為はナチスを刺激し、監視が強化された。どうにかポーランド語版のみ無限在の聖母の騎士の再出版を許可された。修道院には再び多くの人が集まり、食料を不足に悩まされた。 1941年2月17日に、ゲシタポにより、コルベは4人の神父と共に逮捕された。その理由としては、コルベ神父が発行していた、無限在の聖母の騎士や、日刊士が、ナチスに対して批判的なものであっからとも、当時のナチスは、ユダヤ人のみではなく、ポーランドにおける有力な人物をも、逮捕の対象にしていたからともされる。コルベの逮捕では、 大会したニエポカラノフの元州同士が署名した国書状が証拠とされたが、ドイツ語の読めなかった元州同士はドイツ語で書かれた文書を言われるままにサインしただけであり、しかもその文書はゲシタポによる偽造であった。この後、20人の州同士が彼の身代わりになることを申し出ているが、この申し出は却下されている。コルベはパビアックの収容所に収容された後に、 アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所に送られた。囚人番号は16,670であった。1941年7月末、収容所から脱走者が出たことで、無作為に選ばれる十人が、ガシ手刑に処せられることになった。囚人たちは番号で呼ばれていったが、フランツェック・ガイオニチェクという、ポーラン人軍曹が、私には、妻子がいると泣き叫び出した。 この声を聞いたとき、そこにいたコルベは、私が彼の身代わりになります。私は、カトリック司祭で妻も子もいませんからと申し出た。責任者であったルドルフ・フェルディナント・ヘスは、この申し出を許可した。コルベと九人の囚人が、地下牢の菓子室に押し込められた。通常、菓子刑に処せられるとその牢内において受刑者たちは、上と乾きによって、乱状態で死ぬのが普通であったが、コルベは、 全く毅然としており、他の囚人を励ましていた。時折、牢内の様子を見に来た、通訳のブルーのボルゴビズは、牢内から聞こえる祈りと歌声によってが死室は、聖堂のように感じられた、と証言している。2週間後、当局はコルベを含む4人はまだ息があったため、病院付けの元犯罪者であるボスを呼び寄せて、フェノールを注射して殺害した。ボルゴビズはこの時のことを、 一家のように証言している。泣きは木の棺桶に入れられ、翌日のカトリック教会では大祝日にあたる聖母非正天の日である8月15日に火葬場で焼かれた。なお、コルベ神父は生前聖母の祝日に死にたいと語っていたと言われている。1971年10月17日にパウロ6世によって劣服され、 1982年10月10日に、同国出身の教皇ヨハネ・パウロ二世によって、劣勢された。劣服式及び、劣勢式の場には、コルベに命を助けられたガイオニチェクの姿もあった。ガイオニチェクは、奇跡的に終戦まで生き延びて解放され、94歳の天寿を全うするまで、コルベに関する講演を世界各地で続けていた。1998年には、 ロンドンのウェストミンスター協会の扉に20世紀の殉教者の一人としてコルベの像が飾られた。サンマリーノでは鉄条網を背後に収容者服姿の図案の記念切手が発行された。ジャーナリスト、政治犯、アマチュア無線、薬物中毒者、家族、そしてプロライフ運動の守護聖人である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。